担当職にマスメディアに対して言ってますからね。責任がないとは言わせないです。あれだけ切り抜きしておいて、悪意が見える形で放送しておいて、度が過ぎるなんてもんじゃないですよ、今回のレディーは。本日は急遽の開催なんですが、ミートアップオンラインにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。ですね。なんで急遽開催したかというと、全然いい話じゃないんですよ。完全に悪い話です。ただ、何か言っといた方がいいんだろうなと思って、とりあえずライブ配信をしています。何かというと、うちの実家、あと僕個人宛に、いわゆる殺害予告があったっていう話なんです。で、そのね、内容というか、極めて悪質で、注意喚起というか、何かしら参考になる、なればなと思って、今、メッセージを送ってます。順番に行くと、7月12日金曜日、先週ですよね、の16時台に、安芸高田市役所の代表メールにメールが行ってるんですよ。まあ、メールの連絡先が他にないからそこに送ったんだと思うんですけど、その内容が、僕個人のね、石丸伸二と家族を殺害し家に放火しますっていう内容なんですよ。件名からして。で、その中に、これなんかネットで出回ってますけど、うちの実家の住所まで書いてあるんですよ。電話番号と。あ、もちろんもう警察に被害届も出してます。っていうのが、まあ、今日、実家にまず連絡が昼ぐらいにあったらしくて、で、母親が僕に連絡をしてきたんですよ。どうしようみたいな。で、もう親にその対応させること自体が嫌だったんで、警察に僕が連絡をして、で、被害届をもうすぐ出すという話になったんですけど、郵送とかネットの対応がないらしいんですね。で、やむを得ず、広島県内には住んでるんですが、自分の兄を吉田、安芸高田市の吉田警察署まで使わせて行ってもらって、で、この夕方に被害届を出したという状態です。で、なんというか、何が原因で何が動機かも全くわからないんですよ。こういう類ってのは。ここに書いてある文面がどこまで本当なのか、嘘なのか、で、愉快犯なのか、全くわからないんですけど、ただそこに書いてある内容が、僕のネットニュースを見たと。で、これ何個かあるんですけど、動画を見たか、ネットニュースを見たか、ってなったときに、明らかに今の、この、インターネット、まあ、YouTube、他の SNS で、妙に拡散してる、悪ノリの動画が、何らか影響してる可能性があると思うんですよ。たときに、その、発信元である、マスメディアでそれを展開している人たちは、やっぱり慎重になった方がいいですよね。多くの人に伝わる中で、そういうことをやってしまう人が出てくるんですよ。母数が増えれば増えるほど、一定の割合でね。たときに、さあもちろん何が直接的な原因かわからないんですが、影響するってのは分かりますよね。で、殺害をほのめかすとかじゃないですよ。具体的に僕自身と家族を殺害し家に放火するって書いてあるんですよ。これ以上ない悪質な脅迫文だと思います。で、まあこれはもう後も警察に任せるしかないんですが、そういう影響があるっていうのを改めてお知らせしといた方がいいんだな。で、これはもう担当職にマスメディアに対して言ってますからね。
これまで、大枠許容してきましたけど、しかし今のこの情勢、責任がないとは言わせないですよ。あれだけ切り抜きしといて。うん。そこにね、悪意が見える形で放送しておいて、もちろんそれが全てだとは言えないし、わからないんですけど、こういう事例になるので、今回の話、自分の話だけじゃなくて、一般論として、度が過ぎるなんてもんじゃないですよ、今回の例で言えば。なんか夜道に気をつけろというような、ちょっと脅かしてやろうというものじゃなくて、明確な害意が記されてるじゃないですか。っていうのは、ちょっと改めて、この、ネットを介して、マスメディアも含めてですよ。地上波とか新聞とか関係なく、今ネット使うじゃないですか。それぞれが SNS のアカウントも持ってますし。で、なんなら動画も配信するわけなので。というのは、慎重になるべきだと思いますね。で、それが、わからない人間がいるとしたら、情報を扱う資格ないですよ。自ら発信するという立場においてね。なんなら発信するというか、その、情報を拡散するという立場においてですよ。まあ、個人もね、気軽にできる時代なので、なかなかその責任っていうのは捉えがたいのかもしれないんですが、で、何がね、現実のものになるかわからないですから、今。僕も今かなり自分の感情的なものを、ものもありながら、かといってこれで、で、また変に刺激をして、よからぬ連鎖とか、ね、変な方向に暴発させてはいけないなと思って、話してるつもりではあるんですが、まあ、ただちょっと、この、今日の昼からですね、その対応があり、今に至ってるので、これは、なんだか発信した方がいいのかなと思って、今このライブ配信を行っているところです。まあ、多分、警察が対処うまくしてくれると思うんですけど、という話でした。全然いい話じゃないですね。疲れた。まあ、ね、皆さん、いろいろ心配をね、してくださって申し訳ないんですけど、っていう話でした。ちょっとこれをまあ言っとこうと。そのメディアに対してね、全方位的に発信しようという思いで、多分、地元のテレビか新聞かはニュースにするでしょうし、どうせ、公になるんで早めに言っとこうっていうふうに思った次第です。いや、うちの両親ね、まだ健在ですけど、秋田方の山の奥の方にひっそりと暮らしてる老夫婦に対して、ね、全くもって不必要な不安を与えるっていう、その事象ですよっていうのが、まあ、ありました。